合宿は大学生ばっかだったよ。あ、行かれたんですね、この方。あ、そうなの。ちょっとじゃ馴染めないな、おじさんは。うん、若者と会話しなきゃいけないの。そうですね、うん、囲まれちゃいますね、若者。普通は30万くらいするの。私のいとこ、車の合宿で知り合って結婚したやつ、すごい、そんな出会いあんだ。素敵だな、今日ほくろないの。今日ほくろあるよ、ここにあるの、わかる？これ涙袋のところです。涙袋のところです。皆さん撮りましたか、今の。ちゃんとスクショしましたか。マニュアル車ですかって。あ、22時になっちゃったよ。22時になりましたね。終わるか。はい、じゃあケンさん、名古屋頑張ってください。今週もうあれだね、単純にただラーメン食って終わっちゃったよ。インスタで誰フォローするか探して、うん、でラーメン食べて、うん、本当にあの、まあちょっとね、今回はあのライブのスパンもちょっと間隔短いということで、かなりこう緩めでね、うん、ゆったりとリラックスした感じでちょっとさせていただきました、皆様。首大丈夫？あ、首痛いんだよ。あ、そうか、張りできてないですもんね。あ、やったよ。あ、やりました。帰ってきてメンテした。でもやっぱそんな 1,2 回やったぐらいじゃね、よくなんないから。で、そんな名古屋ですもんね。そうなんだよ。で、名古屋の後は車の色何色って言うか。だいたい週刊誌に出てるわ。だいたい週刊誌に出てるわもやばいでしょ。ね。やっぱ週刊誌すごいんですね、そう思ったら。そうだよ、ああいうの載せないでほしいよね、本当に。そうですね、プライバシーですからね、うん、かなり。だってそれで車種特定されちゃうじゃんね。車種と色バレたらもうだって通ってるの分かりますもんね、うん、特徴的な車やったら。そうそうだよ。はい、なんで、はい、ケンさんありがとうございます。じゃあフライデーなんか乗ってたね、俺。え、最近ですか。フジライデンデジタルかなんか。え、本当ですか。でもツアーの宣伝してくれてた。ありがとうございます。ありがとうございます。え、本当ですか。ちょっと調べよう。あ、ヤフーニュースとかいっぱい出てきます。私が宮城県です。そんな大受けしてなかったけどな。、うん、どっちかっていうと多分俺が本当に宮城県って言ったのに、ほとんどのファンの子が三宅県って多分聞き間違えた。普通に三宅県だと思ってた。あんまり俺が宮城県って言ったのは伝わってなかったと思う。すごい、それがあのトップになって何個かなってたけど、多分そんなに大受けではなかった。そうだよね、受けてなかったよね。そうですねってマネージャーさんが言ってるわ。ちょっとこう伝わってなかったかもしれないです。そうそう、あんまり気づいてなかったよ、みんな。俺言ってんのに、俺がわざわざ宮城県って言ってんのに。私が宮城県です。うわ、これ絶妙っすね。やっぱ一回志村さんっぽく、あのもう最初から冗談言うよっていうテンションの「そんです」を入れた方がよかったかな。あ、そうです、ね、そんです、私が宮城県ですってだったら分かったかもしれないけど、ケンさんのイントネーション的に結構普通な感じで、普通に、あ、改めまして私が宮城県ですって言ったら、そう、あんまりね、多分三宅県に多分もう聞こえちゃったんだ。聞こえたんでしょうね、うん、ああ、なるほどな。それ面白い。ほら、宮城県全く伝わってなかったんです。ほんまや、気づかなかった。気づいた派がいてますね。なんでだから、なんであれを記事のタイトルにしたのか俺はよくわかんない。でもしかしたらってちょっと悪意かもしれないですね。悪意なの。ちょい受けだった。はい、ありがとうございます。普通に噛んだと思いましたとか言ってる人いる。あ、でもうちょっとこう強調してやった方が良かったってことですね。いや、なんかさ、そのすごい昔に中居君にスマップのコンサートで紹介してもらった時に、はい、耳元で宮城県って、あ、じゃあ宮城県って、宮城、こんにちは宮城県ですって言ったら、え、宮城県って言って聞き直されたの、はい、うんうんうん、それを思い出したんだよね。はいはいはい、だから宮城県って言ってみようって思ったんだよね。だから次回の宮城県ライブの時はよりその宮城県をちょっと強調して、宮城県です、ね、そこまでやった、そこまでやった、ちょっと変ですね。三宅県連呼してんのかと思ったって言ってる人。伝わってなかったんだな。あ、さすがに。そう、じゃあそういう感じで明後日名古屋向かいましょう。はい。
あさって名古屋、あさってだ。あさってですね、本当に。やばい。本当いつもやばいしか言ってないですよね、ライブ前。どうしよう、何食べよう。あ、そっちか、うん、そっちのか。何食べたらいい、うん、あ、マニージャー足大丈夫って。マニージャーね、あの4割ぐらいもうくっついてるらしいよ、うん、結構だよね。あ、マニージャーのね、あのギブスにね、俺がお絵描きしてあげて。ちょ、見して、ね、どういう感じですか。あの自分の体は映んないように、いやそれ足だけピッて出してさ、手前に来て、ここの手前に来たらいいのよ。そうっすね、ここの手前に来て、ここに、この手前に、ここに来て、このカメラにこうやってやれば見えるじゃん。このカメラ、このカメラにして。あ、それです、それです。今、あ、こっちか。エアジョーダン、エアジョーダンになってるから。こっちはジョーダン履いてるじゃないですか。うん、ジョーダン履いてる。そう、ジョーダン、俺が簡易的に描いたんだけど。エアって入ってる。それ面白い。23、ほら、総集、ちゃんと総集。すごい、総集入ってて、後ろもナイキエアだからね、いいでしょ。これでだからもう、あの、みんなに大丈夫ですかってマネージャーさん聞かれて、いや、あの、大丈夫です、エアジョーダン履いてるんでって言ってたよ。エアジョーダン検査にいただいたんで、全然骨は折れてるんですけど、全然大丈夫ですって言ってた。いや、でもちょっと言われてみればありそうな、うん、なんかスニーカーありそうって言ったらありそうっすよね。これあのね、これを広島の15分前にこれやってて、15分前にやることじゃないって言ってみんなに言われた。めっちゃおもろいっすやん、それ。うん、それめっちゃおもろいわ。なんかひらめいちゃったんでね、あの自分のあのコンサートで投げるサイン色紙の書いてたから、はい、それで、あ、そうだ、青ペンで青ペンでナイキにしたら可愛いじゃんと思ってさ。それめっちゃおもろいわ。そう、棒人間のジョーダンのロゴいいっすね。そうそう、棒人間の棒人間のジョーダン、すごいよね、簡易的な。めっちゃいいわ。うん、そうそうなのよ、ちゃんとダンクするところ書いてる、これは。あれ、すみませんけど、うん、じゃあ、でもこのスーラータンメンとスクショが欲しいっておっしゃってる方いてますよ。これ？はい。で、それをこう拡散して、冗談じゃなくていいの？明星の人に届けて。いや、もうでも、あの送ってこなくても、明星の人送ってこなくても大丈夫です。あのこの間誕生日でもらったばっかりなんで。あ、ケースとかでもらったんですね。食べ、だって一人じゃ食べれないんだから全部は。うわ、ケンさん。そんなご冗談をってコメントしてる人いてました。誰が？コメントで、そんなご冗談をってコメントしてる人がいてました。誰？その視聴者の人がです。どういう意味？そんなご冗談を。あ、ご冗談を、はいはい、冗談と冗談をかけて。なるほど、なるほどです。ありがとうございます。スルーしましょう。はい、じゃあケンさん締めますか。そう、モアテン。モアテンって何？あ、モアアップテンポってこと？ってこと？ん？いや、一緒。ジョーダン、誰？エアジョーダン誰かにプレゼント。はい、ありがとうございます。ケンさん、じゃあそろそろ締めますか。はい、ありがとうございました。はい、うん、はい、じゃあもう終わりかな。はい、22時11分だって。はい、というわけで、名古屋にお越しになる皆様、お待ちしておりますんで、はい、本日お集まりいただいて皆様ありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございます。すいません、また本日も、何ら内容のない配信で本当に申し訳ないです。そんな配信にお付き合いいただき誠にありがとうございました。はい、というわけでね、まだ知らない人もいるかもしれないですけど、北山くんの何アーカイブでショートで北山のコミックの、まあ、ある意味これもしかしたら本家かもしれないね。こっちが俺ん家のソファーだから。そうですね、うん、本当に再現してるんで、うん、ぜひともそれもし興味が
ある方見てみて、まだ見てない方見てみてください。はい、はい、三宅健バージョンが上がってますもんね。バージョン流れておりますんで、はい、というわけで以上でございます。ありがとうございました。チャンネル登録、そしていいね ボタンだって。いいねボタン、いいねボタンです、はい、いいねボタン、あとはベルマークお願いしますね。まだ登録してない方ぜひとも登録ポチッとしていただけると、うっすら喜んでます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。じゃあねー。バイバイ。